三橋大介は、スピーチコンサルタント、及びフリーアナウンサー。株式会社スピーチジャパン代表取締役、アナウンサー業務としては株式会社 TCP 所属。東京都町田市出身。AB 型。身長187センチメートル。既婚。学習院大学卒業後、三越百貨店に入社し、靴売り場の業務についていたが、退職して2000年に、 岩手朝日テレビに入社。夏の高校野球地方大会実況などを担当した。あと、2005年2月28日付をもって岩手朝日テレビを退社し、同年3月1日に東北放送に入社。2010年3月31日同社を退社。2002年に創設された、テレビ朝日系列局内のアナウンサー技量コンテスト、アンアナウンサー賞の初年度において、 高校野球ふるさと実況で、スポーツ実況部門の大賞を受賞した。東北放送時代は、主に野球などの実況を担当する。2008年11月に、著書、話術、虎の穴現役アナウンサーが明かしたトークのネタ帳を出版。東北放送大社後は、スピーチジャパンという会社を設立し、アナウンサー業以外にもスピーチ話し方の講演業を行うようになった。 前述のアンアナウンサー賞大賞の経歴から全国一位アナウンサーをフリー転校後のキャッチコピーに使用している。ありがとうございます。